おはようございます。今日は祝日です。社長の家行ってみたいと思います。お邪魔します。おはようございます。おはようございます。せやお前、あ、すいません45分だ。すいませんそうそうお前謝るもんね。前も視聴者に言われたよ。あ、別にゴロだね。ゴロですね。30分から12時ぐらい。もう10時前にこれを来たら。はい。ハンターええやろ、お前。はい。何時来た？あ、今日は祝日なんで。休み取ったね。はい。何で休み取った？社長とお出かけです。そうだよ、お前。ピン前。お願いします。さあ、視聴者に行った？はい。なんでかっていい説明して。はい、あのね、視聴者の皆さん本当にさ、はい、なんかこいつら愛人関係じゃねえのかとかごめんなさい、出会えたよなちょっとお前が悪そうだなと思ってな。しかもなんかちょっと恋が人妻みたいでエロいなんで言われてるの、はい、めちゃめちゃ書かれとるんですけど、はい、そういう中で、何やろうかって思ったのは、はい、結局、まあ、今日、はい、本当にね、はい、視聴者にさ、はい、俺ら二人で完全プライベートデート、ね、はい、いい、はい、ただでこれだけは言っとくけど先に、はい、お前俺のこと好きになったら知らんぞ。はい、わかりました。あ、視聴者にバレんようにしろよ。はい、好きになっても、はい、恋っていうのはそんな簡単に口に出すもんじゃねえんだって。はい、わかったか。はい何でも早い言ってるだけだよお前何がどう決まってますね。決まってる。はい、もう好きになってたら早いんちゃうお前タバコ一本だけ吸っていい？はい、まあ、視聴者嫌がるんでタバコ吸うのやめようか。タバコなんか吸うなとか言うもんな。今日はプライベートなんでいいんじゃないですか。うん、今日はプライベートで俺のクラブでしょ。まあ行こうか。じゃあ今日はね、ちょっと、はい、面白いとこ行ってみたいなとは思うんですけど。はい、どこ行く？考えた？うん。どうしましょう。あ？何考えた？座るんだって靴履くとき座るんだってなんか立って履けんのやな俺。いや、普段スリッパじゃん、はい、立って履く人おるだろう。みんな大体立って履くんじゃないですかね子供だけ座って履くの俺座って履くからね。座り花が職人とかやってたもんね。大体そうそうそう、お前さ、はい、来たのは別に家入ってこいって思わない。あ、ごめんなさい。お前が鍵持ってもらって視聴者バレちゃうから。ごめんなさい。今日は一日俺のプライベートと緑の声を楽しんでください。ね、まあ、今日最悪顔出しあるよ。あ、そうですね、あるよ。俺のこと好きすぎたら、うん、あんまりだって今でも好きなのに、はい、これ以上俺のこと好きになったらまずいぜ。一線超えていっちゃうぜ。はいってかお前、はいはい言うなってよ、お前やばいっしょ視聴者喜んじゃうよ。また煽ってくるやん。そうですね、今日は緑の服着とるやつをして視聴者がちょっと手握っちゃった。あ、やばいお前手握っちゃったよ俺たち。俺たちまた勘違いしちゃうよ視聴者が。あのね、実際まあ今日どこ行こうかちょっと俺が考えたのは、はい、熱田神宮さん、あれじゃん。ああ、はい、本当に、うん、名古屋で、まあ、名古屋だろう。名古屋市ですね、うん、名古屋で一番大きいんちゃう多分。そうだと思います。俺毎日行ってんだわ。え、そうなんですか。社員の無事故と、はい、社員が幸せになるようにって毎日行ってんだわ。あ、そうなんですか。嘘、行ったことない自分のことしかお願いしたことない神様にきっとみんなそうですよね。社員が不幸になっても僕は幸せになりますようにって。いつも逆にバチ当たりそうですけど大丈夫ですか。そう、バチ当たりですね。明日から食い改めれば、はい
じゃあ朝日にでも行ってみようか。そうですね、って思ったんだけど、どう？いいと思います。私もあんまなんか昔は行ったことあったんですけど、うん、行ったことない。最近は行けてなくて、うん、昔小さい頃は初詣で毎回行ってて、うん、毎年。あ、マジで？はい。あ、親と？そうですね、家族で、うんうん、最近は全然行ってないです。なかなか行かないな。はい、大人になってきたら。そうですね、なかなか。でももうなんか若い時はまあその不良みたいな感じでね、はい、お祭りとかそういうなんかそういう初詣とか好きやん。ああ、いますね、うん、だけどなんかそんななんかもう18ぐらいで車の免許取って 1,2 年ぐらいでやめちゃったのかな。ああ、そういうのあんま好きじゃないからさ、それなんかタムロスたりとか、はい、みんなで集まるっていうのあんま好きじゃないから行って、はい、どっちかっていうとなんか少数でなんか仲いいやつと一緒におる方が好きなんだ、昔から。あ、そうなんですか。なんかあんまりバーってなんか10人10人とかでたまるのあんま好きじゃなくて。へえ、なんかめんどくさくない？まあなんか結局分かれますもんね、多すぎても。そう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 、2つとかに分かれちゃったりで、なんか動き悪いじゃん。ああ、まあ確かに。なんか家もいいじゃないけど、なんかもう暗証交渉とか言えんじゃん。うん、好きな人だよ、好きなもの悪いじゃん。確かに。そうそうそう。でもそうだろ。そうですね、結局なんかグズグズしてなんかおるだけみたいなの。はい、俺もせっかちなもんね。なんかもうダラダラしてんだよ。それからもう 2,3 人とかで連れて集まって、はい、それこそトランプとか花札とか。あー、ちょっとしちゃう ね、まあ、そういうのって若い時ってやるじゃん。やりますね、うん、でもまあそういうのはいいよな。別にパチンコとかもともとそんなあんま好きじゃなかったからやっとったけど、はい、あんまり好きじゃないんだよな、ようだって。うーん、遊び程度だからやるって感じ。はい、まあ女性なんでやらんだろうか。そうですね、まあ宝くじとかスクラッチぐらいですかね。やるの？お前宝くじとかやるのって間違えたらさ。そうなんですか。本当思うんだ、宝くじか。なんでですか。いや、なんかもうそんななんかさ、楽してくれませんよって感じ。それをなんか1ミリでも心に思ったわ、その自分が恥ずかしい。へー。もしイエス、あの俺がもしキリスト教だったら、はい、ね、イエス様、大変申し訳ありませんって。私の心には邪念がありますって。宝くじを買っただけで当たると思うような私の心には邪念があります、本当に申し訳ありませんでした。指詰めちゃうかもしれない。宝くじ、そんなにですか。そうそう、まあある人が、まあ、すごい宝くじ好きで買ってるって、まあ、当たったらラッキーって神棚まで置いてる人だったけど。いえ、すごい、まあ、俺あんまり好きじゃないから。ああ、でもそう、って感じ。なんかそこまで真剣ではないですね。ああ、まあ遊び程度ってことだろ。はい、まあ、まあそれぐらいだったらいいよな、楽しみになるぐらいだったら。はい、その正月の新聞とかさ、ああいうの見て楽しみになるぐらいだったらまあいいんだけど、はい、それ以上はもうやらん、あんまりもともとあんま好きじゃないな、そういうの。うーん、っていうか本当に俺はあんまり金に興味ないかもしれない、最近。ほんと思うの、なんか YouTube とかやって余計、はい、別に楽しいし、でも会社が本当に成長しようじゃん。はい、でよくもあると思う、まあ会社なんか、俺は会社ですごい厳しいこと言うことが、俺はなんかすごい金が好きだから言ってんのかなとか悩んでたけど、はい、なんか YouTube とかやってなんかだんだん自分も年も年だもんね、確率じゃないけど思ったのは、はい、金が中心にないんだろうなと思って。うん、やっぱいいもん作りたいとか、はい、人育てたいとか、まあ、人育てたら俺すっごいあるからさ、はい、すごい言うじゃん、みんなに。そうですね。お前それそうですよ、ちょっと悪やった。なんでですか。いや、まあ言う、はい、なんか思ってるなと思って。重たいな。お前それ、お前ちょっと何時代は思ってるな、重たいな、うち思ってるな、重てえな。何思ってるなって、思ってる、はい、なあ、はい、あ、思いが強いなってこと。どういうこと、思ってるなってこと。あの、思う、思いだろ、それは分かるよ、そんなことは。思いじゃん。あ、そうです、思いって、その田んぼの田に心だろ。あ、そっちじゃないですか、木書いて目書いて心か。田んぼの、あ、そうです、田んぼの田に心です。思うだろ、はい、だろ、はい、思ってるな、何を思ってるってこと、社員のこと。あ、はい、あ、そういうこと、はい、あ、じゃあそうやって自分もそうやって思われてるなって思う。そうですね、そう、私のことをちゃんと思ってくれてるなって感じる、はい、感じます。そう、好きになっちゃった。はい。
はいはいって、まあ、視聴者がそこ喜ぶパターンだぞ。あ、喜びますはいって言ったから俺なんて言った、え、だから俺のこと好きになっちゃったの。いいえだそれお前バカ。でもね、本当まあもうほぼほぼマンツーじゃない今俺お前と。そうですね、まあ、撮影って言っても俺移動があるから、はい、結構アルファードで、まあ、運転しまっといけどな、危ないわな。そうですね、撮影の時以外はもう俺があの後ろ乗ってお前前だけど、はい、まあ、結構お客さんとこ行くとか撮影の合間とかもあるじゃん。ああはい、でまあね、出かけたりっていうか、まあ、そういう車の中で1時間待機とかもあるもん全然あるよな、はい、まあほぼほぼじゃないけど、まあ、まだ今こっち移って1ヶ月だもんで。そうですね、前の仕事も残ってるしな。はい、まあ、つい最近終わりました。あ、全部終わった現場管理権。あ、そう、はい、あ、ほんならまあ本腰入れてやるって感じか。そうですね、だいぶ喋れるような気がしな。はい、で、まあ、YouTube で撮るでやっぱそういうコメントも自信になるだろう。そうですね、いやコメント入れて、まあ、あ、社長かっこいいとかさ、はい、何々とかさ、バカなこと書いてくるやつ、アデランスアデランスっつってさ、わざとあれ書いてくるんだろうなあれ、もうなんか嫌なんだろうな俺、金持ちなのがまあでも多分そうですよね、わざと書くじゃん。はい、なんかうまいこと書く、はい、ハゲとかはもうほんとバカだけど、はい、まあ、うまいこと書くやつはもう言って俺は許してあげるけど、もう悪口は一切あげんって決めとるから、はい、アデランスネタでもなんかうまいこと書いてるやつはあげとるじゃん俺まあそういうこと言えるとやめてよ視聴者の皆さんもね、こうやって、まあ、別にじゃあアデランスは別に全然自分から言えるし、まあ、社員みんな知ってるしね、はい、言って動画も全部公開されてるから確かにそうそうそう、ちょっともう遡るぐらいすぐ分かることだもんね、はい、それでなんか俺の心が食らっとると思ってるやつがバカだてんだけちっちゃいんだお前とか思うんだけどそうですね、うん、なんかね、か分かれるじゃんコメントって。はい、でも、まあ、ほんとみどりちゃんのコメント言いとしいな、今日みどりの服着てるしそこは関係ないですけど、それだけ俺の今日の二人きりのプライベート撮影に近寄れてきたんだなと思って。うん、まあ普通いつも通りですねいつも通りですちなみに俺はまあ今日撮影だから今日は休みじゃないけど、はい、まあ、休みにして、まあ、夕方会社行くかもしれない。あ、夕方はあれか、勉強会があるか。はい、うん、だけどまあ午前中は休みにして、はい、うん、午前中っていうか、まあ、まあ前半っていうかな、34時ぐらいか。はい、お前は仕事だって気をついてるね。はい、ドバもなんか早出ついてねって書いてあったけど、ついてるんですよ、うちは早めでもね。ああ、はい、うん、ただまあ職人の方は、まあ、ドバ手当みたいなやつがあるでね。はい、それ日本人とちょっとベトナム人はちょっと給料体系が違う。完全なね、日給体系とかいろいろあるじゃん。はい、月給体系、日給体系、そうですね、地給体系とかいろいろあるから、うちは。はい、でまあそれによって違うけど、まあ、静岡もついてますよ基本的にはね。はい、なんならうちはボーナスも有給あるから。ああ、そうですね、職人さんの有給って珍しいでしょ。あ、そうなんですね、うん、まあ、それは当たり前ってなんだけど、はい、やっぱ規模が小さいとその当たり前ができないし、まあ、できんでいいと思うんだよ、まあ、みんな視聴者の皆さん3人5人とかでやらなあかんやらなあかんって言われてるかもしれないけど、はい、やんなくていいから、はい、その言うこと聞く必要ないまあ確かにそう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 、だって別にそれが悪いとか法律違反って言ったら法律違反じゃないよ。労務士に相談しや上手に作ってくれるし、あ、社員が5人以下は有給必要ないし。あ、そうなんですね、うん、その5人っていうのも正社員で5人だから、はい、うん、以下は有給なんかつけなくてもいいっていうと、あ、うん、まあ、でついてきてる人が幸せだったらいいんだわ。はい、うん、それが一番大事。有給があっても不幸せな会社もいっぱいあるでしょ。そうですね、うん、だからもうそこじゃねえからさはい、うん、うちはいいよな。でも休みも多いな。お前なんか今150日超えてくんじゃない、160日ぐらいなんじゃない。その代わり8時だもんなはい、もう9時から8時なんだよな。はい、夜8時までしょ。はい、その代わり週3週4休みみたいな感じだろ。はい、週3 4週3ぐらいです、ね、週3か。はい、ぐらいやな。はい、まあ、それはまあ勤務体験、まあ、テスト期間だけどな。そうですね、ちょっと2、3ヶ月やって、まあ、自分に合うスタイルがいいんじゃない、はい、結構撮影が夜入ることが多いので。はい、その代わり8時以降の撮影とかも、まあ、残業だけど、まあ、ある程度固定残業っていう法律にしとるもんね。はい、ポン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 は入れんやん。はい、さあみどり、はい、今日はプライベート感満載だね
プライベートが出てる俺。あんまり変わんね。まあ服が変わったかな。今日悩んだんだわ、あの。はい。アデランス行った時の、あの、ルイ・ヴィトンにするか。ああ、はい。コメント欄荒れるけど、まああれぐらいの方がいいのかなって。そうですね。あれ、着るタイミングがねえんだよな、プライベート。あれ、プライベートで着てたら、まあまあやばい人でしょ。まあでも、似合うんでいいんじゃないですか。似合っとった。はい。ほんと？あれ、YouTube で見て。はい。まあ、あれ、聞いたことも見たことないだろう。あの、動画で見たことあります。動画でだろう。はい。似合っとった。まあ、あれって可愛いもんな、服な。そうですね。結構カラフルなやつ好きだけど、あんまりないじゃん、男。安っぽいカラフルはあるけど、まあ確かにおしゃれなカラフルってないよね。はい、ないよな、あんまりないよな、はい、男の子はね、この年代が着るやつってまたずっとない。確かに、ね、20代とかのカラフルってあるけど、 T シャツとかそういうのは、はい、ちょっと大人の男の人が着るカラフルなやつって、はい、何色が着たいんですか。何色ってないけど、まあ俺はもう存在が金なもんね。はい、さすがに金の服着たらお前スターウォーズみたいになっちゃうから。スターウォーズのキッ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 ってやつだろ、あれになっちゃうだろお前。いやでもあれもいいんじゃないですか。あれやばいでしょお前。ちょっと面白そうですね。あ、金色だったらお前やばくない。スターウォーズのロボットみたいなやつ。R2 なんとかとか言って僕はなんとかとか言ってやつ、それだろ。あれもっとやばくない。会社に来てます。ちょっと面白いんじゃないですか。面白いけど、まあ一回ぐらいで毎日着てたらやばいじゃん。何色ってないけど、まあ青は好きだな。ああ、今日青ですもんね。うん、でも青と黒って近しいじゃん。はい。ないのね、赤とか黄色とかちょっと入って、まあ黄色も好きだよな。ああ。常によく言われる。黄色着とったらおしゃれだと思ってるでしょとか言って。うん。まあ確かにと思うけど。黄色ってでもバンって黄色ってちょっとえぐいんだな。そうですね。うん、もうちょっと細かったら似合うだろう。ちょっと着るにはもうちょっと細くなった方がいいな。あ、体がですか。ちょいポチャじゃん。そうですね。ちょいゴツポチャみたいな感じじゃん、体型がな。ゴツゴツじゃない。ゴツじゃないかもしれない。ただのポチャ。ポチャ。すげえお前。お前もともと職人だぞ俺だって。そうですね。ゴツない。ポチャリ。ゴツちょっと多分なくなってきてますね。そう。はい。じゃあポチャ。びっくりした。ベントで捕まった。そう。はい、ポチャ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 。いやもう今日プライベート打ち切り。やることねえな。でもマッサージングやるとどこ行く。3杯ぐらいしかやることないな。はい。でもどうする、お互いの願いが同じだった。同じになりますかね。社長とは二度と撮影行きたくないっていう願いかで俺はもっと二人で撮影が行きたいっていう願いだったらどうする。叶いませんね。叶いませんね。お前そうはもう社長だもんね。そんなこと俺は別に我慢でもいいね。会社の神なんだから俺は。俺はすぐにね、その社員が潰れるかどうか別の話だぞ。それに対して詰めちゃうか。はい。あ、蓬莱軒ね、飯でもいいな。熱田蓬莱軒でうなぎのさ。あ、有名なんですか。蓬莱軒聞いたことあるだろ。ないです。で多分名古屋で一番うなぎで有名じゃないの。あ、そうなんですか。熱田の蓬莱軒って出てるじゃん。はい。知ってんですか。うん、いいよ。いるかな。結構テレビしょっちゅう出てるじゃん。名古屋だけなのかな、有名な。うなぎの蓬莱軒っていう有名だよ。結構高いけどな。まあでもうなぎなんかどこで食べても高いもんな。そうですね。俺も2回ぐらいしか行ったことないけど。はい。そういうの好きなやつが好きじゃん。俺はあんま別にどこでもいいもん。並んでまで食いたないんだわ。並んどんだわ、そこ。あ、そうなんですか。まあ、多分コロナで逆に今チャンスだと思うけどな。あ、これ違うか。熱田蓬莱軒の駐車場だ。あ、まだ流行ってんだ、朝蓬莱軒。これ見て、写し写し。すごいですね。これすごいよ。うん、すごい、こんだけの駐車場。あ、松田神宮。あ、蓬莱軒、こっちにもあるじゃん。あ、2つできたね、今。あれ、前向こうしかなかったぞ。移動したとかじゃなくて。いや、向こう、だって向こうにやってたじゃん。ああ、はい。この信号の斜めのところだから、こっちにもできたんだ。1時間半待ち。2軒あって、すごっ。本家じゃない方だよな。ああ、そうですね。マッサージングだと、コロナって言っても人おるんだな。はい。満車やん。本当ですか？あ、本当だ。満車。マジか。いや、すごいね、これマッサージング。
駐車場ここだけなんですか？うん、いや、まあ、あちこちあるでしょ、ね、ここがもう一番第一だで、まあでもここに止めれるか止めれんかぐらい逆に大丈夫なのかもしれんな。やっぱ空いてんだろうな。あ、うん、ここ一番正面の多分一番大きいとこじゃないかな、駐車場出てこんな人。そうですね、俺たちのデートはお前お先真っ暗だから朝神宮行ったらどこ行く？どこ行きますか？あ、でもお昼ですね、もう昼だな。なんか食べたい、なんか食べさせるってお前お前は犬か、すいませんなんか食べたいですねとか言えよお前こんなやろお前昼ですよね、なんで朝神宮行くんですかって。まさかの朝神宮だった？いや正直言って、いや全然熱田神宮でいいです。ご飯から始まるのちゃうの感じだった、もしかして。違います、違います。そう、ちょっとなんでみたいな、なんでなんでこいつ熱田神宮とか本気のデート狙っちゃってるみたいな。いや、これ以上でもこれだけは本当に俺お願いなことがあるわ。はい、これ以上俺を好きにならんで。わかりました。なんでわかるよお前これ以上俺を好きにならんで。はい、気をつけます。気をつけますって言ってよし、ありがとうございます。何ありがとうございます。はい、私に好きな人を作っていただいてありがとうございますって。いや、運転していただいて。ああ、そういうこと言わないねお前、さすがだね。そういうとこ好き、そういうやついい当然じゃないよみたいなね。そっちから入るんですか？こっちから、まあ、正面から行こうか、はい、そうだよな、撮影的に普通にせっかちすぎたわ目の前の方に飛びつく狂犬だよね俺狂犬だから目の前に入り口があったら吸い込まれてっちゃうわなあ、はい、近いよね。近いです、だいぶ見えてたもんね、近づくしかないから。ソーシャルディスタンスだけど、はい、うわ恥ずかしいな、ちょっとまあカメラ目立たんようにしてくよ難しいあ、めっちゃ移動やんな、はい、あ、これ、いや寒いな、やっぱ中は。ん、結構おるね。これこう頭下げてかなかんだろ、はい、神社あるときは、はい、何お前も頭下げるかな、はい、ちゃんとそこはしてるんですね。そういうとこはちゃんと、いやしてないよ別に、まあ、一応バチ当たらんよりだけしょ、僕はだと思ってなんだな、まあ、一応人ん家に入ってきたみたいなもんだろ。ああそうですね、うん、お邪魔しますよ、いいだろう、はい、うん、うわーでもこれ見て、なんか今日天気いいんで、あ、映えますね、なんか、うん、なんかあれだな、でもなんかいそうだよな、神聖な感じ、神聖な感じするよな、はい、俺の頭を映して神聖な感じとかいいなよお前ちょっとこっちだけ出してな、それは新鮮ですね新鮮で社長の頭は新鮮で新鮮じゃねえかよ、生もんじゃねえんだもんね、お前作り物なんだもんね。わあ、これなんか何、神々しいじゃん、神々しいっていうのはあれ、そうです、ね、神々しいは光か、なんちゅうの、神か、なんか神聖みたいな、なんか神秘的か、あこういうのな、はい、神秘的っていうのかな、すごいし、千と千尋の神隠しみたいな感じだよな。いやそんな歌ないです、なんかそんな音楽なんかそうじゃない俺みたいな、でなんか気持ちが高い音流れるやつあるじゃん、千と千尋ですか、うん、いやまだだけどなんかそういうなんかお寺とか神社で、バチ当たりますねバチ当たるんだろう、そう音楽が似合いそうだなって言ったんだろう。だけどこうやって俺とこうやってプライベート一緒に来てどう思う、こんなやつがあの一緒におったら幸せだろう。まあこれで俺がじゃあ28歳やったらする、まあ、4だろ、 5です、これ俺が28だったらまあまあいいだろう。そうですね、本当だってよお前薄っぺらいんだって言い方がお前そうですか、そうですね何の感情も込めずに言ったから今お前、いやいやいや、いやこんなん絶対いい人だと思うよ俺、でも28でこれは出んわ、この良さは
そのに、もしこっち行こう。俺はさすがにね、43年間生きとるでな、苦労と失敗を繰り返しとるでこれが出せるわけだろ。はい、そりゃそう簡単に出しまったら困るよ。はい、これで28はいないよ。それなんかあるじゃん、こんなでかいの原寸大。これ所蔵する日本屈指の、ほら2m20あるもんね。原寸大だぞ。すごっ。え、俺で1700だで。原寸だろこれ。原寸です、ね、原寸だな。はい、こんな長いの刀。え、これを何ですか、戦う、これを持って戦うってことですか。もう、もうそういうことだろう。熱田神宮が所蔵する日本屈指の大太刀、まがらの大太刀。大太刀っていうの、大太刀ってもの、いや、わかんない、読めなかったです。違う、そうだろう、全長2440だもんで、244だもんで、うん、2m40、そんな長いのこれ。こんな昔の人振りました。これでも刺さらないでしょこれ。確かに引きずって、まあ、想定で。あ、マジ？あ、書いてあるじゃん、なんか下に。あ、はい、メモリですね。メモリ書いてあるじゃん。でもゴロが長いってことだな。はい、あと3メーターちょっと。なんか涙出てきたわ、語るみたいな。え？カメが今俺と更新しようとしよう。あ、本当ですか？あ、本当ですかって。あ、そうなんですって。そう。絶対俺みたいなやつがおった方がいいって、お前嘘だろ。なんでですか？あれ的に宝。はい。こう持つこう。撮影禁止かな。宝物か。あ？カメラ禁止だろあれとこって。多分、はい。さすがに宝だからな。はい。名古屋の宝は俺だってことを知らしめてきたるわ。名古屋で俺がおること自体が宝なんですよって。やばいですね。どこじゃないですよって。宝は僕じゃないですかって。名古屋の塗り替え道場が。どんだけってすか？なんか言ってます。なんかこれは違うな。これ実際に使っとったやつじゃない。いや、カメラ禁止って書いてないでいいと思う。普通貼ってあるもん。これだよね。そういう。あ、でも。すごい。こんなん増える？これ今置いてないんだけど、置いとんだな、ここはな。そうですね。これだって感染予防にならんじゃん。はい。無理や、お前なんで。やる、ちょっと。完全に俺の姿撮られてるよ。はい。完全に、いい感じに撮られてるよ。俺、ほんと撮り方がうまいんだよ。あ、お札。何やる？とりあえず、まあ、手だけ合わしようか。はい。見て、神木。おついな、神秘的やな。マスク用語であるじゃん。あ、すごい。そうそう、今こういうのでやらんとガンってなんかテレビやったよ。まあいいか、もうやってる、俺はやってるよな。あ、本当あんま良くないなあれ、うん、すごい。今だってこういうのだって手使わんでいいじゃん。はい、一応神様の水って言うけどこっから出てるからな、全然一回清めてないからな、残念。普通なんかな、気持ち的にさ、一回な、そういうところ通ったら清水みたいになるわけだ。やろう。完全に水道がすぐ直や。やば。うわ、まあもうあれだもんな。まあ本堂だけ行って、はい、参拝しようか。ああ、神楽祈願申し込みよし。なんかやってるだろう。はい、おみくじもやってんだ、ここ。だって、ちょっと、あれだね。予防意識が低いね、ここ。ああ、そうです。おみくじとかも本当に今やってないとこやってないからね。あ、そうなんですか。うん。それね、なんか見たよ、俺は。到着しました。そう、物見とかあっていいよ。すごい人。何お願いする？何お願いするかなって感じがあるけど。いや、私自分で。
もうディナー、はい、50円も入れるんだな、相当大きいお願いするな。これしかなくて結構1000円とか1万円できると思うもんな。あー、二礼二拍手知ってる、はい、パンパン、こんにちは。何やってんの。お金ポーンって入れてるな。お前一緒にやんなって。コストカンとお前がんだろお前。神様ごめんね、ちょっと待って、ちょっと今こっち知らないから、ちょっと神様待って、お前一緒にやってなかんだろお前。はい、すいません。よし、オッケー。お前一緒やったよ。何お願いしたの？え、何お願いした？秘密。秘密。なんで？これお前がもうちょっと使えるようにっていう話だけど。俺本当に、あ、俺なんか、うん、なんか願い事ないんだわ、いつも。ないんですか？本当にない。なんか本当なんか格好つけるわけじゃないけど、はい。なんか、うん、なんか全人類が幸せになりますよみたいな言葉あるじゃん。あ、でもそれぐらいなんか別に、俺別になんか、願い事がない。なんかもっとハッピーになるようにとか、なんか、ポワンとはあるけど、あ、別に願わんでもいいから。めっちゃ別に。神様の力借りに。そうでも神様ってそういうもんじゃないじゃん、はい、やっぱ頑張ってるやつにはちゃんと、そうですね、まあ、力貸し借りか貸し借りかでも俺はあんまりよく分からんけど、はい、でも努力は報われるじゃん必ずね、はい、ちょっと面倒くさいもんで、ね、後ろ向きのまま下げていい、こうやってアルコール消毒液は玄関道のお札を屋根がすごいな、金で、金なんですかね、金というか、まあ、銅だな、銅、あれ緑色になるな。難しいな。最初あんな綺麗な銅なんですね。なんか結構和の家で。うん。あ、そうそう、銅屋根の。あ、そう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 。結構ほとんどが緑色になってますけど。うん。で、あれ。ああいう色なんですね。そうそうそう。で、錆びないけど。はい。なんか何だった？化学反応みたいななんか起こるんだろう。ああ。なんか言うじゃん。もうちょっと忘れちゃった。あれ、洗うやつもあるの？なんか酸みたいなで洗うと、はい、雨になってるか。10円とかだとそうですもんね。10円玉とか。ああ、そうそうそう。ああ、なんかで洗うだろう。なんかあれ、硬、はい、酸じゃないけど、なんかそんなやつで洗うじゃん。はい。で、銅のやつとか、塗ったらダメだろ。はい。緑とかね、なっとるで。塗ってとか言う人おるじゃん。そうですね。銅の研いとかあるだろ。あ、ありますね。すごい綺麗になるね。はい。だけどあれ、洗ったら、まあ、サビじゃないけど、そういうサビの一種じゃないけど、化学反応の一種のサビも、はい。でも洗ったら全部取れるからさ。はい。あ、ここ神様じゃない？違う？上野と。ちゃうか。あ、これ神様だ。あ、もう私。何の神様ここだけど、まあ、なんか、あれだろう。再生切れです。これは体かもしれないな。身体とか。安産祈願とか。何もお前。はい。何願い事によって決まるけど。願い事だったら1円かもしれない、お前。願い事により、何の願いしたい？何のお願い？うん。俺が聞けるやつかもしれない。何の願いって。聞けるやつ。言ったらあんのか、普通人に。あんま。じゃあ俺ちょっと、まあ、もうここだで。まあ、いっか。じゃあちょっと、あんまりパワーないけど、100円。何やあれだよ。カメラ、5円いっぱい。数でしょ。お前5円一番力あるやつかもしれない。ありがとうございます。使いますように。声出して言わなくてください。恥ずかしい。あ、一緒待つ。はい。何なんですか？何を？なんかだろう。で、最初なんか神様いっぱいおるじゃん。その神様の家来みたいなのも神様だね。いろんな家来じゃない、奥さんとかさ、あ、そういうこと、なんかその物語があるじゃん、はい、その大和なでしこみたいな、大和なんとかのオロチのなんとかの、はい、であれで言ったら例えばあのキングギドラみたいなの、オロチかな、キングギドラとか、ああいうのもみんな神様だもんな、
なんとかの神とか、はい、あるよ。じゃ本当におったのかおってないのかわかんない。昔の登場人物みたいな歴史の本結構あるじゃん。ああ。じゃナルトの漫画もそうだろ全部。神様だろ。歴史なんですか。なんで最後なんとかのオロチとかなんかあっちやオロチとかあっちやん。それ歴史系だよな。知らなかった。そうそう。ほんちょっと本当っぽいなんかアスカなんとかとかヤマトのなんとかとかそういう系やん。はい。そっち系だろ。はい。うん、それをまあ全部が本当かどうかは知らんけど、その由来の結構。なんかあれじゃない？なんとかの紙とか、はい、出てくるだろ、はい、だってああいうキリスト系のやつでもそういう話あるじゃん。ユダとかいろいろあるじゃん。じゃあ続いてデートは続くよ。行って始まったばっかだよまだ一じゃん長いなまあよし、終わりました。はい。ああ、どこ行く？何食べたい？いやー、それあれだよな。はい。なんかご飯食べに行こうかなと思ったけど、はい、今日なんか本社で、あ、リリーちゃんと、はい、マッチョ、はい、でなんか撮影するって言ってた。ランチあいつらのチャンネルあるじゃん。はい。あの要は足場、乗り換え道場足場班っていうチャンネルと、はい。大谷の日常、はい。っていうチャンネルで、チャンネルやってるんですけど、もう3本ぐらい出てんのかな。そうですね。うん。で、今日そっちの撮影をなんか昼で撮るって言ってたら、確かに。はい。違った？言ってましたね。ちょっとじゃあ、ぶっこんでみる？行ってみますか。行ってみる。はい。そこで姫賞が出まうか。そうですね。なんか勝てるかじゃあ俺も。ああ、はい。そうする？はい。であいつらいいもん食ったのか。横で。そうですね。まあ邪魔だけしてんでそっから飯行こうかじゃあ。はい。邪魔だけしに行くか。はい。まあ行ってこっからどれぐらいだ本社まで。熱田神宮15分20分ぐらいか。20分ぐらいですね。ちょっと行ってみましょうじゃあ。はい。どうする？なんか。お土産ぐらい買ってくる？虎焼き饅頭。虎屋。これも、俺も一回だけしか行ったことないけど。この辺で有名なとこないの？逆に饅頭とかそっち系で。たこ焼きか、いつものたこ焼きか。まあでも行ってそう、あれか。ちょっと電話してみようか、あれにし。はい。スピーカー？あ、スピーカー、スピーカー。ちょっと俺に近づけてくれる？音が広がって。お疲れ。お疲れです。何やってるの？あ、こっちライブ動画やってますね。先導しといて。あ、ライブやってんの？なんか動画の撮影じゃなかったの？動画やろうかって言ってたんですけど。うん。なんかもうライブやっちゃおうぜみたいな。それ残そうよみたいな。あ、アーカイブして？そうそう。あ、そういうこと。な、本社におんの？本社います。飯は？俺の分もある。社長の飯ありますよ。そう、本当に？いや、なんか饅頭かなんか出たのかなと思ったけど。いや、大丈夫です。そう。じゃあちょっと俺今日、みどりちゃんと二人でデートしてるけど、やることないで、お前らの撮影の邪魔でもしに行こうかって言っていい？撮影じゃないですけどね。あ？ライブやってんの？ってことはこれ、俺のこれもライブ流れちゃってんの？そうですね。視聴者なんか集まる？今、300ぐらいですね。お、すごいね。声だけでも。視聴者の皆さん、こんにちは。それは聞こえてないですよ、社長。スピーカーにしろよ、お前。スピーカーにしないんで。スピーカーにしろよ。あ、じゃあお前のプライベートの方かけ直しあるわ。お疲れ。お疲れです。もぐもぐしてる。リリーちゃんもおるわ。ちょっと俺今さ、ミドルちゃんと今日一日不倫デートしたいんだけど。撮影でね。うん。ちょっと邪魔しい。やることなさすぎて。やることなさすぎて。二人で完全デートで熱田神宮行ってきたで。何？カメラ回ってん。ああ、もうライブか。リリーちゃんの方と両方回してんの？あれ、塗り替え道場だけですね。あ、塗り替え道場でやってんの？はい。あ、告知で？そうです。ああ、そういうことか。
とりあえずなら行くわ。わかりました。よろしく。はい、お願いします。はい、最高の援護射撃なんだな。さあ、はい、視聴者の皆さん、はい、まあ、じゃあライブ見た人でこっち見てる人もいるなら、ああそうですね。、はい、もうそれ過去に戻るってことだもんな、はい、これを見とるってことは。今日は一元え iPhone 呼吸って言ってるわ。興奮しろ、呼吸しろって言ってるわ。そういう意味ですかそれ。そう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 、本当に、ね、興奮したら怒った人に呼吸って出てくるもん。へえ、カーッとしげたりするとすごい。なんか多分呼吸拾ってんの。何の呼吸ですか。ん、君ずれば呼吸。何の呼吸。一の方、怒りの呼吸。経営者怒りの呼吸。手払い返しとけーってやつだわ。やばいね、やばいね。うそ、マスキしながらな、あんまり大きく喋ると。経営者の呼吸。な、呼吸、まあ、呼吸自体相当な呼吸を持ってると思うけどな、俺は。あ、そうなんですか。そうなんですかって、お前そのさらっとした、その本当にお前そっち系やめろよ。そっち系。そっち系の朝なんすか。ちょっとなんか人妻みたいとか、なんかめっちゃ書かれてるよな。はい、なんでですかね。あ、声がエロいとかなんか書かれてない。はい、初だよな、それの。初のキャラだよな。笑い方がエロいとかなんか言うか。ああ、なんか言ってますね。うん、そう、マジで恥ずかしい。いや、なんだろうと思って。なんだ、不思議ですね。嘘。初めて声について。ああ、そうだよな。また、声に集中するしな。ああ、そうですね。人間が動いてないと、声に集中するもんで、ね、どんな顔かって、だいたい声でこんな顔じゃないかって想像もあるじゃん。うん、その顔は当たってるかもしれない、皆さん、視聴者の皆さん。もう、まあ、撮影 OK にしちゃいいや。いやです。顔出し OK。もうマスクしようで、そう変わらんだろう。いや、大事です。大事、大事って何、大事マンブラザーズか、お前。大事って何だ、お前。大事マンブラザーズでしょ。知りません。それが一番大事ってやつ。ああ、それは知ってます。負けないことみたいなやつあるでしょ。はい。知らんの、その歌知ってます。大事マンブラザーズだろ、あれでしょ。って言うんですか。そうそう、あの一曲で終わったろ、多分。楽しそうだと思うよ。話してたら、なんか、悔いもあるって言ったで、なんか、がっつき肉か。そうですね。どうせあいつら行って会社の経営で買っとんだろう。まあ、どうなんだろう。まあ、俺が行ったら逆に経費にさせられるのか。ああ。そこ狙いか、あいつら。そうですね。清くないか。あ、いいっすよ、って言うたもんな。まんまと多分、騙されてた。騙されたら、かけ取って騙されてたら、お前、相当やばいじゃん。ちょっと疲れてきたな。でも、はい、長いと疲れるな。もうなんかネタがない。生き取るとあれで全部失速した。ライブ中に、なんで視聴者の皆さん、これですね、まあライブ見てる人が多いのか見てない人が多いのか分かるんですけど、はい、だから今日はそう11日、2月11日なんですけど、はい、これ見とるのは違うわけじゃん。もちろん3日後、4日後で、はい、だからこれ過去に戻るってことだよね。はい、うん、バックデートフィーチャーするわけよ。ね、そういうことやな。それ面白いよな。それ思った、はい、新たな試みだよね、はい、ライブ中2月11日1時3分、まあ、ちょうど会社着いたら10分ぐらいだと思うんですけど、はい、まあ、悠長に撮影という名のもと、あいつら会社でライブやって、はい、遊び回ってるわけだ、はい、クソリュウジクソリュウジ会社でサボってるわけだな。申し訳リリーちゃんと伊藤と頼ってるわけだ、はい、まあでも許可しとるからね、これ視聴者の皆さん、あの、はい、お前の直と同じだよね。そうです、まあ今日オープニングでもちらっと言って、あ、警察を警察を、ちょっと警察を、やっとるじゃじゃじゃーんって、バイクが捕まってんじゃん。ですかね。2台もあるじゃん。あれなんか事件だな、これ。事件です、事件だな、これ。あれ違う、事故、これ事故、よくわかりませんでした。パトカー2台って相当だろう、はい、店じゃない、釣り具屋だろう。ですかね。ライブ風だな。ライブ回してるか、警察です。くる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 つっと回ったのか。逆になんか捕まりますね。逆にぐるぐる回りすぎだお前、はい、ぐるぐる回るの刑ですねって。ぐるぐる回る罪か、刑は違うな、執行だもんな、犯罪の罪だな。
見とこう。はい。お前よ、わからんかったら諦めんなよ。カメラマンだったら。熱田神宮行ったらだいぶ休日感で出ちゃいました。出ちゃった。なんかもうな。なんか俺は休日だぜな、朝から。お前がなんかもうあれだろ、休日出た。のほほしちゃった。なんか周りが。うん。もうなんか光とかも違うな。祝日だったもんね。ああ、そう。あ、そうだな。祝日だよ、やっぱあんだけ人おったのね。はい。で、今日そこに当てたもんな。はい。行こうか、って。本当はもっと買い物とかいろいろ考えてたんだけど。はい。前と買い物行ってもなんか、な、デートになるもんな。なんか買わなかったんだろう。またわけのわかるリミテとかでコメント欄荒れるだろう。そうだろう。そうか。飯は食いに行こうかなと思ったんだけど。それ結構面白いじゃん、二、はい、人で飯とかさ。ああ、そうですね。せっかくライブやっとるで、じゃあ。本当は、もともとは撮影の予定だったの、あいつらは。はい、うん、そうですね。なんか動画撮るんで、なんか二人のジョイントみたいな感じで、はい。リミちゃんのチャンネルと、なんか、あの、大谷の日常っていうチャンネルと、はい。メリカイ道場、足場班っていうチャンネルが、ね、もう今、はい。で、サブチャンの立ち位置じゃないんで、面白いのを向こうも多分出してくると思うから、はい、自分たち企画考えてやってるから、はい。リミちゃんは特になんかそういう、あ女性みたいな人に見てほしいなぁ、ちょっとな。はい。女性のやっぱ、ね、視聴者層が少ないから。はい。うん。聞いてるけどな。よし、行ってみようか。視聴者の皆さん。はい。ちょい！お、レミちゃんも参加してるの？いや、もう喋ってて、ライブやってんの？レレレレレレ。あ、カメラ向こうなんだ。あ、相手コメントは見てないんだ。コメント見てます。あ、見てるじゃん。タイムもある？あります。視聴者の皆さん、おーろ。でもないじゃん。何ですよ、残りの。なんかお前辛いやつとか入れとんだろう。いや今コロナなので視聴者は怒らん。視聴者がいいって言ったら食べるわ。お前なんか食べたいよな。あとなんか食べに行きたいだろ。そういうことの視聴者の皆さん、バックトゥザフィーチャーしたけど、過去は雑魚だったわ。過去は雑魚だったね。どういう2人でいいと思う。お前やそらこすんなよ。あ、ごめんなさい。やそらこもう待ってんのって、もう終わりじゃないの、閉めようよみたいな顔すんなってお前。19歳差社長と、社長と、人妻越えの社員と、ジジデート。まあでもね、本当に、まあ、みんなもこうやって YouTube やり始め、まああいつらも成長、俺もやり始めた時全然ダメだったからさ、はい、成長してくるしね。でもうちってなんか成長日記みたいな感じじゃん。はい。何ってないのも撮るし、うん、そういう企画もの、ドッキリも撮るし、はい。いろんな会社で起きた出来事、はい。まあ、きつい話とかね、問題が起きた話とか。はい。だからまあ、こうやってあいつらがまた1年後、2年後にすごい、やっぱもう全然違うからね、行って。俺も1年、もうほんと実質まだ1年半とか2年ぐらいでしょ、ガッチガチに、やっとんのって。YouTube ですか？うん、そうそうそう、まあ、ちょろちょろぐらいはあったけど、はい、なかなかないじゃん。で YouTube が本当にだって1万超えてからまだ1年ぐらいしか経ってないんだね。はい、うん、なんでまあそっからが早かったもんな、うちは。そうですね。うん、何食べたい、まあ、食べたいもんぐらい、そんな不適されてるもんね、まあ、食べたいもん。もうまだ終わらんのかよみたいな。また撮影みたいな。ちょっとココイチ？カレー昨日食べたので。俺も食べたって。家食べたよカレー。あ、そうなんですか。昨日結構味噌じゃなかったんですか。うん、結構ガッツリ夜作った。だからもう夜飲み入っとったんだわ。ああ。そう、それで軽くなんかご飯食って。軽くでカレーなんですか。いやで、あのチンしてだってカレーだったら早いじゃん。ああ、そういうことですね。うん、そうそう。で味噌汁も作ったよ、でも。あ、いつもの。あ、いつもの味噌汁。でまあ冷凍しとけるじゃん。あ、冷凍っていうかあの冷やしとけるで、まあ今日食べれるやん。はい。何で思い浮かばないですね。は、思い浮かばない、はい、浮かべるや。思い浮かべるのが仕事やわ。はい。あ、丼丸は、あ、丼丸だったらもう会社になっちゃうな。そうですね。
じゃあ撮影できんかなと思って。ああ、こいつがお客さんが多い。まあでも1時20分あでも祭日だと多いな客。ああ、そうですね。なはい、オープンしたね。これ会社のすぐ裏でやるやつ。うわ、めちゃくちゃうまそう。なあ、な、何、え、何を見て。でもこれ、なんか上の看板見て。何を見てって、お前バカ。もうそうやな。看板ちょっとなんかあんま肉感がないんですけど。ああ、全然なんか高級志向風のちょっと失敗したやつか。なんかちょっと、うん、おしゃれ感が出して。あ、ほら、車入ってきたよ。え、本当だ。じゃあな。若めのカップルさんですね。カメラ回してるやん、見て。うん、仲良さそうに。一緒に入っちゃうとカメラ回っちゃうでまずいか。うわ、これ絶対太るやつでしょ。ワインバーとかじゃん。なんかワイン持ち込み OK って書いてある。マジで、うん、うわ、これはやばいでしょ。え、いかつ。まあ、これいけるよ、2倍。2倍は無理です。あ、これでテイクアウトしたらよかったな。あいつはあんな飯だけだったろ。あ、牛タン、ロースト牛タン丼。波。じゃあ俺 1.5 倍。はい。あ、ちょっと待ってください。あ、俺こっちするわ。ロースト牛タンカレー。で、これ 1.5 でいいわ。と、波1個。ちょっと違うやつの方がいいな。30分ぐらいは美味しそうだけど、牛やせ。これは何ですか。あ、これ牛タンカレー。牛タンが痩せるから。なんだこれ。私は牛タン丼だな。俺がそれいいって言ったのにお前そこに押っつけてきて、お前メニュー2つ頼めばこっち行ってやるけどね。はい、すいません。これ1倍だな。これ 1.5 倍。はい、ね、はい、じゃあ食べていこうか。はい、あ、置いていいよ。はい、デートだからな。いただきます。あ、箸か、お前。箸で。あ、箸、俺がスプーンだな。いやー、もう疲れた。全然腹が、空気なくなってきた。これカレー、カレーと牛タン。うん、うん、ここ美味しいって言うけど、やっぱ牛タンとカレーって最強じゃん。案外合う。でも薄いよりは厚い方がいいよ、牛タン。厚切りタン美味しいじゃん。わかるでしょ、なんか。丼だとそんなことないよな、肉、牛丼とかも肉厚あるから。なんか肉厚の方がいいよな。なんか高齢じゃん、焼肉行ったら牛タンって。なんでだろうな。大して美味しくないよな、薄切りのタンが。ヘルシーだね、最初に食べるとか。ヘルシーではあるね。うん、うまい。食べづらくないね。うん、芋の量小さくて、ね、二回りぐらい小さくて、本当この倍なくてもいいけど 1.5 倍ぐらいの厚みから2倍ぐらいの厚みでぐらいのまだちょっと薄すぎるな。なんか本当なんか味わかんないよな。これ巻いとったら美味しいかもしれないな。で巻くと何重にもなるじゃん、肉巻きみたいにしたら。肉巻きご飯結構美味しいじゃん、サイズ性でさ。で、そう考えると俺あれだよな、やっぱ何でもこだわり強いからいいかもしれない。何でもこだわり強いから俺成功するんだ。飲食店で成功するんだ。余裕やん、お前完全オフになっとるやろお前。視聴者の皆さん、こいつはもう完全にオフになってます。そんなことないです。そんなことあるよ。カメラの皆さん、そうですよね。視聴者わけは分かってる。お前より絶対俺みたいな安全だよな。お前結構飛ばすよな。いや、安全です。お前結構飛ばすよな。なんか、はい、この前、多分朝、うん、途中から私後ろにいたんですけど、うん、社長の
あ、めっちゃ安全運転してると思って。撮影してる時？いや、全然、出勤の時です。出勤？はい。出勤した時に、うん、なんかパッて見たら、あ、社長の車だと思って。あ、そう。前が。うん。で、うん、後ろ走ってたら、うん、ちゃんとここ、止まるんだと思って。嘘。めちゃめちゃ安全運転だなと思って。嘘。お前結構荒いもん。ドライバーやってるっていう感覚がないだろ。いやいやいや、でも人乗せてる時と一人の時のもっと荒いよ。お前結構あれ、ね、あれだよな。ドライバー変えてます。嘘。あれで変えてんの？変えてます。もう全然なんか、うん、もっと荒い。してる感じがもう違いますもん。なんか人乗ってるって緊張してます逆に。全然緊張してそうじゃないけど、ね。結構急ブレーキだよね。俺なんかもうここからもうアクセル離しとるね。もう完全に赤だってなってる時は私もそうします。そう、はい、新鮮語りの、はい、なんかあとはなんかこんな感じで止まらんでしょ。お前止まりますよ。俺結構なんかボロンボロンって後ろで酔うもん。お前らってまあまあごめんなさい。杉本がまあ遅すぎるけど、あいつはちょっと、はい、うん、なんか考え事をしてるとたまにうってなります、ね、嘘。なんか、うん、違う世界入ってる、はい、運転好きだしね俺。結構この集中することが好きなんだな。あ、うん、嫌いじゃない。別に一人で運転してるの嫌いじゃない。なんか多分運転に慣れすぎたのか分かんないですけど、かなんかこの職業病かなんか家を見ちゃいますね。ああそういうことな、はい、それはあるよな。どうするとこ行く終わり。もう2時半か。いい時間になったんで。あそこのレストランで食ったよな時間。だって1時に行っただろう。だいぶ、はい。俺だいぶ待ちましたね。な、はい、飯入って1時間半とかありんよな。はい。視聴者の皆さん、まあ、じゃあここで締めようか。はい。じゃあちょっと最後にね、外気塗装のマッチングの方か。はい。をやってますんで、はい、まあ、そっちの方やってくださいよ皆さんね。やってくださいよ。だけどまあ本当にこれは本当にいいサービスになると思う。はい、YouTube で宣伝できるから無敵じゃん。そうですね。無敵っていうのはそこで登録してほしいよね、はい、だから本当に広告宣伝費をかけずに絶対にやるって決めてるから俺は、はい、そうなったらもうお金取らんとやっぱり結構金額上げていかんとできなくなっちゃうから、はい、でもサイト制作費とか、まあ、打ち合わせとか、ね、そういうのはかかるけど、はい、結局マッチングで一番金かかってるのって広告宣伝費なんだ。あ、売上の半分以上が広告宣伝費って言ったもんな。だってそれはそうじゃん、お客様集めながらし。あ、そうですね。だからまあまだまだ今はね、職人さんが見てくれてるサイトなんで職人さんっていうのは集めやすいと思うんですけど、はい、これ20万30万って言って、外気塗装の会社、はい、建設業の会社では YouTube 有名だよねって一般の人にも見てもらえるようなやっぱサイト作りはしてからかなと思ってるんで、結構うち多いでしょお客さんとか言ったら、なんか息子が見てて頼んだとか。あ、そうなんだ。そう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 、でなんかそれ知り合いに言われて、はい、ここ面白そうで頼んでみりゃいいんじゃないってやっとそうやるんだなって言われて見たら面白くて、あ、ちょっと車掌さんはやりすぎだけどねとか言ってすごい言われるけどすごい今飛沫しました。飛沫したら完全に、はい、完全にウイルスが飛んだな、はい、実物はそんなことないじゃん普通じゃん。そうですね、はい、って、まあ、はい、何なんか言いたげだったのほんま。動画のまんまはまんま。ああ、ちょっとだテンション高い時に俺って感じだろ。ああ、そうですね。そうだよな。はい、何開いてんの俺、そこ。開いてない。これデータちょ、開いてんじゃん。あ、知り合いなんですか。なんで、何の社長、あの、大将。あ、そうなんですか。うん、社長だろ。知らなかった。いつね、よう、小林さんとしろかな。ここ本当にうまいでみんな来てほしいわ、はい、めちゃくちゃ美味しいよ。ちょっと映りますか。和食屋さん、ちょっと見えますかね。見える。ダンですね。うん、ちょっと偉いな。もうちょっといいよ、急接近してみるわ。ここでも本当にね、はい、美味しいよな。美味しいです。マジ料理美味しいし、はい、でこの静かな大将さんなんだわで奥さんちょっと面白い人で、はい、でここ塗装もしたんだよな、うちが。あ、そうです。ライト塗装これです。ダン、うん、ダン。いや、ここ本当に美味しいよ。結構コロナの前は流行ってて結構席座れるとかもあったけど、はい、今ちょっとな、やっぱコロナで暇だねって言ったけど、うん、もう暇だねって言って7時に閉まっちゃうよな、はい、うん、
ついよな、はい、で今2人でやってるんだろで席大きいで大変だよなあれでも料理早いよな別に、はい、で相当大変だと思うよあれ夫婦2人でやってるんだそうですね、うん、箱でかいじゃんまあまあ、はいうん、奥もあるもんなあれ席、はいうん、あれ大変だよなでもいい場所場所もいいしなはい本社から歩いていけるんでそう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 結構使ってたよな昔そうですね、うんデートはデートってこと忘れてないお前はいデートってこと忘れてないはい忘れてるだろもう忘れてるだろはいそう好きになっちゃったでそんな感じでしたはい俺のこと好きになっちゃったことするかって感じでしたいやちょっと今回ではならなかったです今回ではならなかったはいまたじゃあ違いだなはい視聴者が期待しといてなはいその時期待でコメントは結構来るだろそういうコメントはい、絶対本当社長の なんだかんだいい関係じゃないなんか入ってるよな入ってますねさすがにそれまずいだろお前さすがに俺社員ほんと手出したことないだろあそれ普通かさすがにでもおるじゃんそういう人そうですね愛人が働いてるとかさあれまだおらんあいつ仕事しようなあいつバカがな視聴者の皆さん、まあ、視聴者の中で15分とかという言って俺は飯は1時間半終わってなな確かにってことはもう2時間前だぞさっきここに寄ったの、まあ、そうだよな言ってはい1時前だぐらいだったろそうですね何やっとんなあいつほんとな仕事しろよほんとあのお前営業でも何でもねえだろこのとこで寄って動画も撮っとんのかですかねわからない。ライブなんかとっくに行くから見たもんな。はい。まあ、ちょっと、あ、どうする？荷物持っていく？一緒に。カメラ回しながら。まあ、これ閉めようか。まあ、ちょっと、あいつら撮るか、じゃん。はい。荷物持たせて取りに来る。これ、カバンだけ持ってってるわ。はい。お前、どっちみち、はい、荷物ないんだろ、はい。つまんないんだな、あいつ。無事だろか。見てけ。最後にじゃあ、視聴者。せっかくのね、みどりちゃんとのデート動画見てくれたで。最後は、ね、無事で終わろうか。はい。あ期待しようでな。なんでか知らんけどさ、ブチゲーで数字伸びるんだよな。マジで。お疲れ。お疲れ様です。あれ、リュウジいねえじゃん。いつまでやっとんだ。仕事しとるな、ちゃんと。仕事しとるよ。いつまで読んで、絶対ブチゲーだれって言って、ブチゲー動画撮ろうとしとったな。あ、こっちしようか。なんかやっとる、仕事しとろ。疲れい。お疲れ様です。あ、なんか立てますか。まあさっきの続き。あ、まだ。飯がめっちゃ長かったの。じゃあ料理がめっちゃ長かった。1時間半かかった。お、何やってんの？配信の人。あ、編集？はい。編集を何？新しい外注の人を使おうと思ってるんですけど。うん。なんて申し訳ない。あ、そういうことか。あ、でリリちゃん、あ、リリちゃんとかの編集も手伝ってもらえるからね。これ使ってみよう今回長いやつだねそれ送ったら震え上がるじゃない2時間3時間5時間ぐらいだったよねかわいそうだねはいじゃあついでにリーちゃんもおるから締めさせていただきます、はい、じゃあ皆さんチャンネル登録といいねよろしくお願いしますお願いしますまたね結局今日はもうデートでやっぱりみどりちゃんと俺が付き合うことになっちゃったちょっと今度話詳しい歌詞を見るじゃんはいリタイムのチャンネル登録お願いしますいいねをよろしくね